皆さん、またお目にかかりました。デモンストレーターの田原栄一です。今日は軽い三脚、1キロ程度の三脚というところで、スプリント L110、こちらが 1180g、 そしてカーボンのライトカーボン E642、 これが 1040g ということで、本当に1キロ少しというところの重さの三脚なんですが、どこが違うかというところで見ていこうと思います。一般にカーボンの三脚はアルミ、脚のパイプが金属でできているものですね。金属パイプの三脚に比べて3割軽いというふうに言ってるわけです。で、カーボンの良さは軽さですよということを言っているわけですが、ここまでパイプが細いと差がだんだんなくなってくるということですね。こちらのスプリント L110 はパイプ径 20mm、 そしてライトカーボン E642 は 22mm ということで、パイプの太さは実は若干違いがあって、このライトカーボン E642 の方が太いということは言えるわけですが、それでも基本的な重さはそんなに変わってない。そして本体という部品ですね、この足3本合わせたこのパーツ、このパーツは同じものを使っているということなので、実はまあ兄弟機種という感じなんですけども、では実際このライトカーボン E642 も伸ばしてみて比べようと思います。スプリント L110 がこのようにレバー式の脚ロック、パイプはアルミとマグネシウムの合金というところなんですが、このライトカーボン E642 はカーボンで、ナット式ということでね、どちらも4段という足の段数なんですけども、今足を伸ばしていきます。軽い三脚でもね、この三脚をまっすぐ立てて持つという基本動作に忠実に伸ばしていくと、非常に軽く快適に伸ばすことができますね。今何気なく伸ばしてますけども、詳しく解説をすると、ナット3つある、これをですね握って半回転、そして伸ばしていくと、で締めるときは1個ずつ締めるということなんですけども、こういった動作で非常に素早く確実に伸ばすことができます。そして名前が書いているここのを前面にして、足を1本ついて開くということをするわけですが、実は同じ本体を使っている三脚なんですけども、ライトカーボン E642 と、ちょっと間違えましたね、名前が書いてるのはここですから、名前が書いてるところを前ですね、はい、ライトカーボン E642 がこの時の高さ、エレベーターを上げない状態の高さが 1400mm、 1.4m、 それに対してスプリント L110 が 1305mm ということで、だいたい 10cm ぐらい高さが変わってくるということですね。そしてエレベーターを上げると、このスプリント L110 が 1605mm、 1.6m ですね、ほぼ。それに対してライトカーボン E642 はここまで上がって 1685mm、 まあもう少しで 1.7m というところなんですが、エレベーターのスライド幅が、これ同じエレベーターを使っているのに多少違いまして、実は下にこのライトカーボンの場合はウェイトフックをつける関係で、ここで止まるようになっています。この分ね、伸びが2センチぐらい足りないということで、まあこのようにちょっと低くなっているというところですね。でもまあ伸ばした高さはこのようにややライトカーボン E642 の方が高いということがわかりますね。大きさ的にはほぼ同じ2つの三脚なんですけども、どこが違うかということで見ていただくと、やっぱりね、このスプリント L110、 金属製の三脚なんで、こう音が響くの分かりますか？つまり振動がね、残りやすい傾向にある。それに対してライトカーボン E642 は、はい、木とか竹みたいな感じで、音がすぐ静まるというのがわかるかと思います。振動吸収性というところが、カーボンとアルミ、この細さの三脚でも違ってくるということです。だから、スローシャッターを切るときの安心感が、やはり、
カーボンであるライトカーボン E642 の方が高いということが言えるわけですね。さらに脚ロック部分に負荷をかけた場合ですね。脚ロック部分というかね、パイプに負荷をかけた場合のこういう感じ、たわみの感じが、カーボンはなかなかやっぱりたわみが少ないのに対して、このマグネシウムとアルミの合金のスプリントだとやっぱりたわみ量が多いんですね。こうした時にこれ金属の伸縮棒で比べた時にはやっぱりね、アルミって結構たわんできて、まあスリックではどちらかというと業務用の製品でね、延長棒5メーターとか長いのがあったりするんですけど、長い延長棒だと本当にカーボンとアルミではたわみ量が大きく違って、このたわんだ時の幅がですね、何十センチ単位で変わってくるということが言えてますので、まあやはりね、こういう外からの力、風で揺れるとかね、そういったところを考えてくると、カーボンの方が安心感が高いということがわかりますね。そして伸ばした時のサイズに対して、畳んだ時のサイズですね、このスプリント L110 の場合は畳むと 47.5センチですね、50センチを切ってるということで、やはりコンパクトになるなということがわかるわけですよ。まあレバーロック式でね、今レバーをパチンパチンと上げてますから、これ回すというナットの慣れが必要な操作なのに対して、これはもう慣れがいらないということでね、非常にシンプルに畳むことができます。これが 47.5センチ。それに対しまして、こちらのライトカーボンの E642 ですね、こちらはもうちょっと畳んだ長さが長くなっちゃうということになりまして、今畳んでいきますけども、はい、緩めて一度にこうね、押し上げると素早く畳めるわけですが、この状態で52センチということで、畳んだ長さは5センチぐらい違うということですね。実はこの2つの三脚、雲台をご覧いただくとね、こちらのライトカーボン E642 は自由雲台、まあ雲台で軽量化しているというところもあったりします。だから単純にパイプの重さ違いで 1180g と 1040g ではないというところがありますね。雲台も含めてトータルで軽量化したのがこちらのライトカーボン E642、 それに比べてスタンダードな使い勝手を考えたのがスプリント L110 ということで、パイプの太さ 20mm 程度の三脚2つというところで比較をしてみました。まあどちらもね、どちらかというと旅行用、旅用、軽く持ち運びたい用途用ということで、安定性という意味ではこの 22mm とか 20mm よりもより太い 25mm とかね、そのあたりのパイプの三脚を選んでいただいた方がもちろんいいわけですけども、まあ用途によっては1キロ程度で三脚を収めたいということもあるでしょうから、軽い三脚を選ぶ時のご参考になれば幸いです。田原英一のこのチャンネルでは、このようにスリック三脚とですね、細かい違いというところもご紹介してまいります。ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。